はい、こんにちは、ピカですけどね、メカドックの CRX やっていきたいと思います。以前ね、メカドックの CRX をね、元で作って、この CRX、 実はね、メカドックの CRX ちょっと型が違うんだよね。でもちょっと元がなくて、もうね、若干新しめのね CRX になっちゃったんだけど、これをミッドシップ化して、なんとね、車重が570キロ。あ、一応ね、メカドックのね、漫画の中の設定はね、こんな感じです。これに合わせてますね。270馬力ミッドシップで570キロっていう車重。まあね、これ04仕様なんだけど、これがね、まあ一応峠仕様だったらどうなるかっていうのをね、今日はね、やっていきたいと思います。でね、今日はね、軍祭に来てますね。軍祭といえば、魔王ですよね、魔王。軍祭の魔王とアニメの中のね、CRX をシミュレーター上で完全再現したら、どっちが速いかっていうのをね、やってみたいと思います。現実の速い車のシミュレーション版。漫画の中でスペックがすごかったメカドックの CRX。これをね、対決させていきたいと思います。さあ、やっていきます。ぽっつい。はい、CRX で、ね、乗ってきました。すげえわ。一応ね、シフトがこっちになっちゃってるけど、まずは軍祭一周軽く走っていこう。おー、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと足硬えな、跳ねるな。タイヤはね、一応設定上はなんかドラッグスリックみたいになってるんだけど、一応ね、セミスリでなってますね。魔王に合わせてセミスリですね、今日は。ご機嫌じゃん。これ、この車マジで、あぶね、設定上の車とはいえさ、マジで本当に作ったんじゃないかっていうぐらい、これマジで何これ。このくらい軽いとエンジンどっからでも吹けてくる。作れるよね、270馬力。今だったら何だって出せるんじゃない、ターボだったら。はーい、ちょっと跳ねすぎだな、足が。ちょっと全開できないもん、もうめちゃくちゃ速いよこれ。もうめっちゃ楽しい。なんかサスペンション構造が古さはちょっと否めないけどね。もう軽さはすごいよね。軽さは安全性だろ、やっぱり。このハイレスポンサーエンジンと、だけどな。最高や。めっちゃ楽しいわ。もっと配りたいぐらいだ。はーい、え、あちょっと違った。
いやでもね、どっち向くか分かんないよねこれ。跳ねまくって、もうなんかどこに行くか分かんないけど。いやーこれ一周してきたのか。めちゃめちゃ楽しいけど、めちゃめちゃ楽しいんだけどね。まずね、ちょっと対決する前にセッティングをね出していきたいと思います。区間タイムをちょっと一回測って、ちょっと跳ねすぎてさ、このままだとさすがに魔王に勝てれるどころかついていけねえ感じがするわ。途端にね、運転がおとなしくなる。タイムを出しに行くと。待って待って待って、どっち向くねんこれ。オイルベース短いのはいいんだけど、さすがにこれツルツルだなおい。何秒？26秒8。あ、遅すぎるわ。いや、さすがにちょっと今流れたからな。ちょっとセッティングしよう。いやー、難しいね、これ、ほんとに。セッティングっていうのはもう、好きじゃない。運転が好きなだけだから、俺。羽は収まったな、だいぶ。跳ねてるけどくっついてる。ぴょこぴょこするけど、あー、さすが突っ張ってる。一応形状もシミュレーションしててストラットになってるからなんだよな。走るしかねえんだこれ。走るしかねえんだこれ。よいしょ。さあ25秒3。よし、もうこれでやっていこう。はい、じゃあね、魔王と戦っていきたいと思います。さあやっていくぜ。まずちょっと後追いで、まだいけるな。あー、やっぱコーナー早い。あー、トラクションが違う。あー、トラクションがかかんない。ラインだな俺。なんとか、あー、この辺のトラクションが。アクセル踏めてないもん全然。全然ダメだ。さすがに舐めすぎだろ。さすがに古い車で魔王に勝てるわけないよな。現代の車に勝てるわけないかもしんない。いやー、すごい。さすがにやっぱ現代の車に勝てないね。勝てないわこれ。なんとかしないとダメだなこれ。車高下げようか。そういう問題じゃなさそう。ちょっと車高下げるわ。一旦車高めっちゃ下げるわ。でもうリアの車高下げるわ。で、車高下げればどうなるかっていうと、外見がかっこよくなるから、せめて
違うか。さあやっていこう。先行でいくぞ。あれ俺先行じゃなかったっけ、すいません。あ、車高下げたのマジでいい。リアの車高が下がったのがいいのか、トラクションかかるね。気休め程度にトラクションがかかる。この微妙な違いが大きいぞ。うわー、でも流れるのは確かだ。うわー、そこブレーキ入れないで。あー、トラクションが。どうなの、どうなのよ。あれ勝った、勝ったね。タイム的に勝ってる。まあでもやっぱり現代の車は速いね。タイム的に、あれなんで後追い、え、なんでタイム的になんで俺が勝ったんだろう。はい、ということでね、やってきましたけど、いかがだったでしょうかね。まあ、あくまでもシミュレーション上だし、種を明かすと、ちょっと魔王を遅くしてます。じゃないとね、勝負にならない。AI で、ちょっとね、98% ぐらいにしてる。100% にするとね、ちょっと追いつけないんだよね、もうね。やっぱりね、メカドックのあのスペックはすごかった。楽しい車のスペックだったんだけど、ね、現代の車は、やっぱ進化はすごいっていうことで、現代の車がね、やっぱシミュレーション上も楽しいとか、すごいとかっていうのがね、わかるね。やっぱ今の車すげえわ。はい、ということでね、またね、これやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。